RS。 いやこれ全然違う、やっぱ違うんだ。いや実はこれあの RS 一度だけ乗ったことありまして、その時にすごい感動したんですよ。最近のなんか最新バイクってすごいなっていうのをねすごい感じたんですね。なんかやっぱ全然走り出しの感じが違いますね。これ一体何なんだろうな。ちなみにこれロードモードですね。さっきのまあストリートトリプル S と同じモードってことなのかな。いやこれなんだろう、全然違うんだよな。やっぱ足回りなんですかね。前後のサスペンションがねグレードが高いものついてて、ちょっと後で確か昭和、前が昭和で後ろがオーリンズだったかな。なんか全然違うバイクだな。なんでだろう、こんなに違うもんなんすかね。この液晶メーターはなんかいろいろいじれば変わるんだろうな。なんかもうさらにクラッチも軽い気がするな。これはでもなんかあの削り出しのいいレバーがついてるから、まあ、そのせいもあるんでしょうけどね。なんかねサスの感じが全然違うっすね。サスとね走り出しの感じがやっぱり、走り出した瞬間あのさっき乗ってた R とは違う感じをしっかりしましたね。滑らか、滑らかって言ったらいいのかな。こういう時評論家の人ってどういう風に表現するんだろうか。足つきはねさっきのやつより高くなってるんですけど、僕はちょうどいいですね。これぐらいが若干足が曲がるぐらいで、このクイックシフターがやっぱいいっすよね。クイックシフターも気持ちいいな。ちょっとスポーツモードに変えてみます。なんかエンジンの吹き上がり方もちょっと違う気がするんですよね。さらにこうなんか滑らかになってる感じ。あーでこの段差、さっきと同じとこの段差乗り越えてるんですけど、もっとしなやかですね。なんかこのバイク乗ると足回りの大事さっていうのがすごいよくわかりますね。素人の僕でもわかるんで、相当違うんだと思います。いや早いな、楽しい。これなんかどこまででも行けちゃうっすね。音がいいねこれ。音がこれノーマルっすか、ノーマルなのかなこの音。あ違うわ、アローのマフラー入ってますこれ。そりゃ音いいわ。
ちょっと違うんかな、やっぱそのマフラーでどれだけちょっと馬力が上がってんのか知らないですけど、でもね、なんか全然決定的に違うんですよ、さっきの R と。クイックシフターはもうね、なんか面白いっす、本当にレーサーみたいな、なんかシフトチェンジの音になるんだよね。面白いなこれ、このバイクは面白い。でポジションがやっぱりすごい自然なんで全然疲れなそう。あとこのバーエンドミラー結構いいっすね、見やすいっす。ちょっとこう目線動かしただけで確認できるところにちゃんと調整されてるんで、見た目もかっこいいし、このメーター黒字かっこいいな、黒字のメーター。この単なる交差点がね楽しいっす。コーナリングがすごい気持ちよくなるんで、多分サスの違いだと思うんですけど、すごい気持ちよく曲がれるんだよな。まあ値段もね結構しちゃうんで、あの比べるのもなんなんですけど、やっぱちょっと今 XSR900 をちょっとベースとして考えてるんですけど、エンジンの感じからいくと絶対にこっちだな。いいなあ、やっぱりいいなあ。1回目乗った時にすごいいいって思ったんですけど、結構2回目、試乗2回目って面白いですね。やっぱりそうだったっていうところが確認できるんで、特にあの R との違い、ちょっとやっぱ全然足回りって全然違うんですね。あー、これはうん、20万円差ですけどね、その20万円差の分は全然パワーアップしてる感じします。足回り、サスペンションとブレーキと、あとクイックシフター、主なところはそんなところですかね。あと外装がちょっと違うみたいですけどね、これ確かついてなかったですよね、ウィンドスクリーンみたいなやつ。あとエンジン下のなんかスポイラーみたいなやつ、これもなんか標準で RS はついてくるんで、まあ間違いなく20万円の分はありますね。こう走ってない時にこうね、足でこうやるのもすごい軽いバイクって感じで、うん、ひねればひねっただけ加速しますね、このバイク。ちなみにスポーツモードです、これ。ちょっとトラックモードは怖いんで試すのやめようかな、どうしようかな、ちょっとやってみようかな。トラックモード RS、まあ、この3スピードストリートトリプルか、ストリートトリプル系で一番最強の
モードになるんですけど、どれだけ変わるのかな。気持ちいいっすね。もう音がいい。SR900、 あ、意外とスムーズですね。乗車姿勢も楽ですね。おお、 A モード。